アームズやってまいりましたね。スイッチいろんなゲーム出てるんですけど割と面白そうな、まずちょっと一人でやってみていいですか。うわキャラがすごい、スプリングマン、リボンガール、忍者ら、マスターマミー、ミエンミエン、メカニッカ、ツインテーラ、ホワイトバック、次のやつの名前やってようぜ、ホワイトアスパラガス、白いかな、ホネホネロック、あーもうほんと惜しい次顔関係なかったじゃん、これ次ボンバーマジック、洋館キングこいつ一番いい、どれ使えばいい、一番オーソドックス、オーソドックスメインキャラなんだね。アームセットってなんだろう、それでスプリングマンでいきましょう。スプリングマン、こうだよね、ようこそアームズでトレーニングを始めます。はい、わすごい、こういう感じか、こうか、うん、傾けて移動、おーおおあーあーあーで、こうすれば下がる、でこっちでダッシュ、あーあー下がってダッシュ、あーでジャンプ、おい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 、ふってパンチ、はっ、あー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 、暴力シンプルな暴力だよこれ、パンチをひねってカーブ、はっ、あっ、あっ、おお、楽しいぞ、これなんか掴むまでがあれだけど、掴んだら超楽しそうだね。確かに確かに、両手を同時に振って掴む、はっ、おおすごい、うわー大暴力で、初の字に構えてガード、ほこうか、これ2人で楽しめんのかな、え、もうバトル始まってる、これ必殺技ラッシュあー、掴んだ、残りは実戦です、検討になります。はい、じゃあもう、やっちゃっていいですか、見せよ、よし、いきますね、なんとなく分かった、とりあえず、こうやって、これで、ここ、あ、ちょ、全然動かないよ、こうやって、あーあーじゃあ、バーすごい、いやーあーあー待って、これ、ダメ、弱いかも、ちょっと待って、待って、横に動いてくんないんだもん、横に動いてって、ジャンプしてダッシュ、おろろ、よし、やけ、カッツ、こっちカーブだ、こうでしょ、当たった、こうカーブを描きたいわけよ、俺は攻めよ、攻めよっていい、おっ、あっもっともっと追い詰めてね、結構あれ危ないあ、違う、逃げろ、横に、横に、ちょ、近寄って、近寄ってほしい、近寄って、うん全然、近寄ってくれない、あガードと出てるんだっけ、こうか、違う、あ、来た、流れが来た、近寄る、あ、間違った、来た、あ、オッケー、久々に決めるっていうね、待ってこれ、きついな、難しい、でも慣れたらさ、めっちゃ楽しいんじゃないか、楽しい、今の先は、ちょっと、武器変えてみていい、こういったのね、トライデントにしてみるよ、やりすか、両方トライデントにしてみる、痛い、横下がってジャンプして、はっ、ちょ、近寄ってあげて、掴んで注意して、まあ、起き上がった瞬間狙うよ、おしおし、あ、やばい、ちょっとガード、ちょっと言うこと聞いてくれないよ、ジャンプして、ほっ、あ、いいね、ちょっとカーブかけていきたいですね、こうそれしかやってないじゃん俺の戦い方、これしかない、掴んでるの、偶然掴んでるよ、ちょっと、奇跡、ね、下がれ、ちょっと下がる、これでガードか、あ、もう掴みの神、そうそう、必殺技でやっていい、いったでしょ、おーおー、俺弱いですね、
慣れるまでは慣れるまでは強い。かわいい。これでいろんなのができる。ボディダルです。これでじゃあまさきとできるんじゃない？バトルにしてちょっとお互い様子見ながらやろう。これオイラが1でまさきが2です。オイラ見え見えんですよ。え、俺ゴーストリップにしようかな。マスターヤミニ、マスターマミニどこにする？ちょっとラーメン食いたいから。ホームじゃない？ホームじゃん。スティックボタンを押しっぱなしでガードできる。スティックボタンがどれかも分かってない俺。これスティック、これスティック、これスティック。どうすればいいの？ボタン、ボタン、あ、ボタンだね。待って、まずアイテムの選び方。あ、L と R で右手左手を変えれる。いや、全然操作方法分かんない。あ、とりあえず進みは普通に。こうか。で、あ、これでパンチ。え、これひ、どうやって両手するんだろう。でかくね、あなたの。一発も。でかくね。あー、カーブがかけられるのか。あ、これか。でかい。痛い。ね、強い強いんだ。あ、かけた。あ、なんだね、あれ。ああ。何がどうすればいいんだろう。とりあえず、あ。でもめっちゃ当たるんだけど。ナイスかもしれない。ねえ、うまくね、プロなの。待って待って、するするする。うわー、待って、操作方向待って、覚えない。あ、これだ。スティック押し込む。あ、ごめんごめんごめん。オッケー、いけるいける。こうか。うん、違う。なに、どうやんの。ここにやってたら使えた。まさきのエスキーさん、そうじゃん。あー、やだ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 。ほら、俺のすごい横移動、ほら。カニさんみたいになっちゃった。あー、これで返す、ほら。見て、これ、ほら。神の返し。これさ、あれだね、なんか腕伸びるから帰ってくるまでの時間がかけられたの。うん、そう。死ぬ死ぬ、なんでそんな強いの。でも右手でしか攻撃できないんだけど。どうやって左手で攻撃してる。下、もう一回やろう。ちょ、キャラクター変えたい。ミンミンの限界を感じたわ今。バイトバークにしよう。ところてん男でしょ。キャラ設定がすごい好き。何者かがよくわかんない。俺たち知りたい。なんかすごい外国のゲーム感がすごいよね。だって DNA そのものだからね。生物じゃない。バイトマンマジ強いからね。ね、気持ち悪いんだけど DNA は。いや、俺今回強いよマジ。さっきとレベルが違う。いや、なんか隣に友達がいるよ、うち。ほら、あ、そっか、ワンコ、ワンコがいる。あ、せかバイトマン。え、強くね、それ。あ、強い。痛い。え、これワンコも殴れるのかな。無理ですね。ナイスジャンプ今。ワンコすごい。俺よりワンコの。ワンコが強いだけじゃん。待って待って。それは一理ある。うわ、うまいじゃん。オッケー、来た。あ、やばいやばいやばい。ワオーン。あ、やばい、死んじゃう。結構いくんだね、これ。何それ。あなたも何か使ってる。 あ、やばい、俺死ぬよ、もう。ってことは、つかみは両方死ぬせばできる説が。あ、すごい、このタイミングですごい追い上げよう。ね、嫌な予感。あー、ちょっと待って、危ねえ。勝つ流れじゃなかった今の。ワンコ心配して来てたよ。てか仕事してたのワンコだけやから。ほんと、この盾みたいな。うわ、チーサーなんこれ。オッケーオッケー、いいいい出だし。あ、モリさん来たぞ。勝て、全然遠かった。え、待って、俺ちょっときつい。出だし頑張ってきたわ。うん、
ワンちゃん潜れた。え、ワンちゃん壊れちゃったよ、ほら。ねえ、ワンちゃんが。あ、つけた。あ、戻しな。あ、強い。そういうビーム強い。ワンちゃんをなんとかしたい、俺は。本当の敵はワンちゃんだよ。待って待って、俺必殺技どうやって使うのか問題だと思って。必殺技の使い方いまいち分かってないんだ。なんかダウンしてるの。やばい。うわ、強い。必殺技来たっぽいじゃん。あ、え、もう無理。いいんじゃない。当たれ。最後追い詰めがすごいかな。あー、やばい。攻めて。で、ワンちゃん、オッケー。めっちゃ手汗かく。これ説明書ないんだよね。でもなんか感覚でできる系じゃない？うん。うわ、すごい飛んでるじゃん。痛い。あ、それレーザー強い。レーザー苦手。ワンワンと衝突して。ワンちゃんしかない。ワンちゃんしかない。だってワンちゃんでしょ、本体。いや、俺でもだいぶ動きが来た。やばいやばい。いや、俺もう、え、どうやって必殺技出してるの。適当に押しまくったら、すごい。あ、お、やばい、出てきた。うわーい。全然逃げてるじゃない。よしよしよし、分かった。とりあえずなんか全部押しとけばなんか出る。全部押したらなんか出る。今ので思ったけど、確実にコントローラーの方が強い。最後にグランプリを目指して終わりましょう。で、オイラもバイトバークの時代だよ。こっちがメインだからね、ほぼ。え、どうしよう。ゴストリックにしていたのがいいかな。マスターマミ強かったよ。バークの優しい。いや、俺たちならいきなり。まあ、3ぐらいにしとこう。必殺技も、なんかライブがバネバネだって。カモメが飛び交うアームズグランプリの会場、バスタービーチの特設ステージから私コブッシーが本当だ、コブッシーみたいな顔して。警察官なの、なんか文書って。だから海浜公園文書だって。189cm の身長、塩水が嫌いだって。壊れそうだもん。設定が 120kg なんだ、体重。でも2つ合わせてだから。あ、そっか。ワンちゃんの方が110kg ぐらいある。うわー、なんか強そう。忍者らとスプリングマンが多分倒せばいい。俺たちはこいつら倒せばいい。忍者意外と強そうじゃない。え、どっち先倒す。なんか決めようぜ。忍者の方が小賢しそうな感じ。じゃあ左からやろう。行くぜ。あ、やばい、やっぱいけない。あ、ダメだ、ちょっとどっちとか言ってる場合じゃねえな、これ。うわぁ、強いよね。え、ちょっと消えて出てくるみたいな技を使う。待って、犬が。とりあえず必殺技使っとこう。あ、いけるいける。なんだ、いけそうなの。マスターマミーの必殺技、適当に押すしかない。もういいね、来たっしょ。どうなってるのかわからない。相手は必殺技じゃないですか、これ。あ、やばい。忍者の消えるの強い。オッケー、あと一人。待って、俺もあと一人で。オッケー、よし。で、結構ギリギリじゃないんだよ。危ない。いや、素晴らしい。またあんの。これでいくしかない。もうなんか選んでらんないよね。ガード大事だね。うん、多いと分かんないかな。分かんない、確かに。で、攻撃、あー、やばい、捕まった。やばい、全部当たっちゃった。俺も刺さる人。
やばい、割と死にそう。待って、俺も大丈夫か。マジ、外だ。やばい。うわ、やばい。俺、だ。あ、死んだ。あ、なんか死んだ。あ、もう無理。あ、でも、犬がこっち見てるんですか。これで1-1だから、これで勝たないと俺たちに未来はないよ。チェイサーだな。うん、これでいくよ。これ早く移動するんだってどうなの。Y をしたらちょっと早く前に進む。相手なんか打点おかしくね。ナイスな先今掴まれてた。すげえ。これ強いね、多分。わかんないけど。俺も何が強いかわかんないけど強いわ。え、すごくない結構。臨時状態にしないと。必殺。あ、誰もいない。うわ、やばい。行け行け行け。オッケー。オッケー。掴んできたんじゃないか。はちゃめちゃですごいね。この子の掴みが強いわ多分。マミ？うん、掴んでそのままもうぶん投げるから。俺なんもしてねえわ多分。次負けたら終わろう。あ、お、相手に DNA マンが。やべ、レーザーに気をつけないと。いやー、どうしようかな、両方ギャラクシーやるなら。よし。DNA マン怖い。あ、ガードレーザーじゃない。ないかも。落ちる。DNA を起こせ。うわ、俺すごい飛んだ。やばい、もう食らえ え、それ掴み、どうやって掴んでる。え、右と下一緒にしてる。いや、あ、そうそうだよね。食らえ。え、もう暴力なんだ。誰かや、ずっとしてる。相手何が起きてんだろう。え、待って、見えない。それは完全にマリオカート。あーちょっと、やばい、ね、やばい、マリオカート。セーフセーフ。え、ワンワンあんまりしないでしょ。ナイス。え、まさかの掴み一強じゃない。とりあえず投げとけみたいな。これは死ぬわ。カメラもっと掴みたいな、もっと。あ、くらえ。DNA もらうぞ。相手早いよ、今日。うわー、やばいね。あの、まさきとバネで繋がってるわ。そう、チームが繋がってる。俺も掴もった。やばい、死ぬ俺も。必殺つけるよ。オッケー、ダブルキックスタイム。あ、でも俺が、あ、じゃあ俺がなんとか。まずこっから本当。まあ、感覚で割といけば、また犬がマッチ戦だね。オッケー、掴みが分かったよ。ほら、もう、あえ、いいよ。うわ、ちょっとあいつも死ぬ。これ、あと一人。あ、やばい、任せろ。ここでお前を、この俺が。でも歩き方おかしいのかな。俺もう死ぬわ。大丈夫、俺も死ぬわ。任せろ、ここは俺が。 DNA 強い。さっきほら、このガードでかわしていくスタイル甘い。ほら、お前はこうしてこい。
いや、まずやっちゃう。強くないそれ、一撃。ガード。かわす。ガー最後また犬出てくるよ、多分。あれみたいな。え、面白いね。面白い。初めてやったけど、多分ちゃんと操作を覚えれれば、まだ戦える気がします。うん、はい、というわけで、アームズ、まずはね、うん、スイッチを手に入れるところから、頑張りましょう。以上、今日のセカンドチューでした。バイバーイ。